はい、じゃあ次、前回のライトハンドリードの手順の付け方、ちょっとコツがあって、全部3連に分解して、全部右手振って隙間を左手と右手で埋めてってやっていくと面倒くさいので、ちょっとルールというか覚えちゃえば早いよみたいなパターンがある。シンコペーションの譜面の中でこのパターンがよく出てくるんですけど、これはもう見た瞬間にお腹がお腹鳴ったでしょ今。鳴りました今入ったかな、音入ったんじゃないですかね。すっごい鳴ってるね。はい、この形出たらもうこれで決定です。タタンタタタンタ跳ねてタンタンタ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 、これ覚えといて、損はないですね。あとこのパターンもよく出てくるんですね、見てると。これはもうこれで確定です。うんたうんただから2個ちっちゃい音右手アクセント、2個ちっちゃい音右手アクセント、こうなります。ただ前の音とのつながりで、例えば前の小節とかにこう音が入ってた場合はここがこうなったりするので、だからこのパターンの場合はうんたうんたんですけど、この2つ手順の可能性があります。それはだからその時ケースバイケースなんで、どっちで叩いても間違いにはならないと思います、ね、あとですね、このパターンも多いですね。こう普天四分音符、これも決まっててこうですね。ここがアクセント、これもさっきと同じ理由で、ここが前のリズムとの関係で左手2個になる場合あるので、あと何あったかな、まあ、基本こんなもんかな。まあ当然四分音符2個はもうこれなんで、これで確定ですから。あ、そうだ、これがあった。あのね、これも多いですね。これはこうです。それで例えば長い休符があった時にパン打ちました、でで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 休符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 で最後ここのこういうパターンになった時に、こうずっとこう左スタートでこう左右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 って言って、一応最後のところで調節、左手にこう入れてここ右ならばっていうのが良いかと思います。こんなもんですね。1個2個3個、これは当たり前すぎていらないけど、この4つ結構たくさん出てくるので、もう見た瞬間にこの手順が出てくるようにするとすごく助かりますね。もう覚えるっていうか暗記。そうですね、はいはい、まああとやってるうちにも覚えちゃうので、そういうところもで、まあテンポ的には一応練習するときにはおすすめは80ぐらいから、もっと遅くてもいいですけど、できなかったら始めて160ぐらいまで頑張っていければいいんじゃないでしょうか。僕が昔練習したときもだいたいこのぐらいのテンポでできるまで練習したので、まあこれぐらいだったらみんな上手いのでできるんじゃないでしょうかね。僕はもうあれですから、死あるのみなので、あともう10年ぐらいで死んじゃいますから、だんだんもう体も衰えてスピードも衰えてきますけど、若い人たちだったらもうこれぐらいはもうお茶の子さいさいでいけると思います。でもよく言ってるのが、先生が遅いスピードでしっかりとできるようになってから上げていくと、はい、早くてなんとなくできてるって感じは良くないと。そうなんですよ、だから遅いゆっくりやると、例えばこういうことね、はい、これぐらいでできたらスピードそうですね5個ぐらい上げて、でちょっとやってみたいな、それで行き詰まったら1回やめて30秒ちょっとリセットして、パッとやると結構できちゃったりすることもありますので、だん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 スピード上げていくと、あるところで急にピッてこうできなくなってくる、あれ何回やってもできない、どうしようどうしようってなる時があるので、そこでやめる1回、そうすると次パッと入った時に急にできたりして、またそこからちょっと伸びたりするので、おすすめですね。僕もレッスンの時に見てて、だんだんスピード上げてってできなくなってきたら、ちょっと1分ぐらい休憩しようかとかって言って、休憩してちょっと他の話、最近学校どうとか
なんか言って、で、あははとか言ってるうちに、さあやってみようか、ピッてメトロノーム入れて、パッてやると急にできたりとかすることが非常に多いので。あれ何なんですかね。あれ何なんだろうね。不思議ですよね。そう。それで、ね、行き詰まって何回も何回もできないことをずっとやってるよりも、で、パッとできた方がいいから一回離れて。で、できてさらにそこからまたスピード上がれば、それはもうとてもいいことなので、そしたらね、行き詰まったところでできませんでしたっていうよりも、ちょっと休んで、ちょっとでもできたら次につながるので、おすすめです。必ずゆっくりから始めて、まあ、160ぐらい目指していただければよろしいんじゃないでしょうか、ね。以上ですが、どうでしょう。よろしいかと思います。よろしいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。